海で見てると多いのが、はい、何でしょう、サーフィン重心を低くしたい低くしたいっていう、低くするためにこう丸くかがんでいきながらサーフィンされてる方、良くなってしまうと、うん、結局上半身の動きってほぼほぼ出せなくなってくるんですね、ファンライドサーフアカデミーです。校長、よろしくお願いします。お願いします、はい、校長ですか。校長ということでやっぱりアカデミー、学校なので、はい、富岡さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さて、まずはじゃあ前回のおさらいからいきますか。はい、はい、前回、はい、3つ、項目チェックしてもらったと思うんですけど、はい、ホームですね、ホームの自己分析、はい、その中で3つ、項目をチェックしてもらいましょうということで、はい、上半身の向き、うん、はい、で後ろ足、うん、と背中ですね、はい、背中のシルエット出ますか、はい、チェックしていただきました、はいはい、この3つですね、はい、どうでした、チェックしてみました。そうですね、自分自身で、まあ、過去の写真とか、はい、動画を見てみたんですけれども、自分が写っている、まあそうですね、まあ、それが正しいのかどうかっていうのは自分自身ではまだこの答えを教わってないので分かんないんですけれども、はい、まあ、思ってるようななんかかっこいい、うん、そのプロの、うん、そのなんていうんですか、動画で見たような感じとはちょっと程遠い、うん、ということは、はい、嫌だなっていう感覚だけですか、うん、まあ違うだろうなっていうのだけは分かりました。なるほど、はい、もっとこうしたいなっていうのを特に具体的じゃなく、そうですね、まあ、プロと僕のじゃ、まあ、全然違うっていう、うん、違いすぎるっていうのが僕の答えですね。なるほど、はい、そしたら、はい、まあ、ホームの基本動作っていうところを今回、うん、進めていこうと思っているんですが、はい、まあ、基本スタンスですね、うん、これが結局正しい形になるんですけど、はい、それを知ってもらって、じゃあ3つチェックしてもらったところが、うん、具体的にどう違うのかっていうところ、はい、違いを具体的に理解した方が、はい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 、やっぱり具体的に修正しやすいと思うんで、はい、なんとなく違うっていうのは、うん、答えがね、はい、曖昧だったり、今現時点がどうなのかっていうのはまた曖昧になってくるので、はい、まあ、今回基本スタンス、はい、ホームを知って3つをそこに寄せていくっていうところ、うん、まあ、基本テクニックの理解ですね、はい、を進めていこうと思っています、はいはい、じゃあ一旦ちょっとさっきの3つに戻せますかね、はい、上半身の向きからなんですけれども、はい、まず上半身の向きはですね、はい、目と胸と手が進行方向を向いてほしい、うん、はい、目と胸と手ですね、手、あ、手、はいはい、進行方向を向く、こういうことですか。今回はホームなので、はい、まあ、テイクオフしました、はい、サーフボードノーズが正面だとしたら、はい、やっぱりノーズの方が進行方向にやっていきますよね、サーフボード進んでいく、なるほど、じゃあもう完全にこういう、完全にそう向かなければならないっていうことでもないんですけど、はい、目と胸と手が進行方向に意識して向けるかなっていう感じですね、はい、その目というのはだから目線じゃなくて完全に顔がこう向くってことですよね。目線で大丈夫です。あ、目線必ずしもこの形で目がこうじゃなくてなると、まあまあ、でも基本的な感じになるんで、はいはいはい、なるほど、はい、もう本当に自分が立った自然な状態でいいです。目と胸と手がリラックスした状態。はい、あ、でも普段この状態からリラックスとはほど遠いですね。あ、もう普段だったらどうですか、ちょっと待って。はい、こんな感じですね。どっちかというと。顔だけが進行方向を向いてしまう、はい、胸は向いてない、あ、もうちょっとこう開いた方がいいってことですかね。かなり違和感がある。いや、もうこの後ろのこの辺の足がちょっとパンパンになってくるぐらいですね。なるほど、はい、っていうのがやっぱ後ろ足の膝がどうなのかっていうことなのかもしれないですね、はい、じゃあ普段はその後ろ足こんな感じになってる、はい、ちょっと待ってくださいね、こう立ち上がったらどう、こんな感じですか。これも多分でもね理想なんですよ。実際はもっとなんか今ちょっと棒立ちを意識してるんで、なるほど、はい、まあそんなにね悪くはないんですけど、うん、まあ、今回その後ろ足の膝が気になる方っていうのはもう完全に後ろに開いてしまったりとか、あ、こういう、はい、中に
入らないだろうなっていうような、こう、あ、こうってことでしょ、うん、こう入らないね、はいはい、まあ、その辺はまたこの後細かく説明していこうと思うんですけど、はい、あと最後背中のシルエット、これどういうことなの、これ前回思ったんですよ、背中のシルエットって一体どういうことなのかなと。これも海で見てると多いのが、はい、何でしょう、サーフィン重心を低くしたい低くしたいっていう意識を強く持たれてるんだと思うんですけど、はい、低くするためにこう丸くかがんでいきながらサーフィンされてる方、まあ、なんか体勢はなんか低ければ低いほどいいみたいな、なんかこういう感じ、丸くなってる、はいはい、こう丸くなってしまうと、うん、結局上半身の動きってほぼほぼ出せなくなってくるんですね、うん、こうこうなると、はい、動きも出ないですし、はい、あとやっぱり体幹、はい、トレーニングってよく耳にされると思うんですけど、はいはいはい、やっぱり体幹もね、しっかり準備することで力強いパフォーマンスにつながっていくために皆さん体幹のトレーニングされてるんですけど、はい、こう丸まってしまった時点で体幹っていうのは抜けてしまってるんですね。体幹は抜ける、力が入らない状態。ああ、なるほど、はい、であれば体幹トレーニングする意味もなくなってしまうので、うん、それはやっぱりしっかりしたものにするには背中のシルエット、背中をまっすぐの下、まっすぐの状態、うん、体幹の入った状態で正面向けて、はい、後ろ足の膝を入れれるかどうかっていうところ、まっすぐの状態、この状態でこう、そして背中がまっすぐ、はい、で手もこういう進行方向向く、これもう基本のフォーム、こういうこと、はい、基本のフォーム、はい、もうシンプルに一言で言ってしまえば、はい、サーフボード進行方向に向いて立って、うん、目と胸と手が進行方向に向けているかどうか、はい、っていうところだけなんですね。ああ、そこさえ押さえていれば、はい、が基本のフォームですけど、うん、やっぱり基本のフォーム、以前前回もお話ししましたけど、はい、ニュートラルな場所であってほしいんですよ、はい、この後ボトムターンだ、うん、トップのアクションだ、うん、っていうのに入っていくニュートラルな場所、それがやっぱりいろんなアクション、はいはい、場所場所でその出したい動きが出せないとニュートラルなフォームじゃなくなってくるじゃないですか、うんうん、だからこの上半身の向き、向きが目と胸と手が進行方向にある、うん、まあ、サーフィンってずっとそのターゲティング、行きたい場所、行きたい場所、行きたい場所、うん、もうずっと目と胸が追っかけていけるかどうかっていうところが重要なんですね、はいはい、このじゃあ目とこの胸っていうのはもうそのターゲティングっていうのもこのこう見るんじゃなくて胸と目を一体化させてこうやってまあ大げさに言うと追っかけていく、ね、まあ今回はねホームっていうところで今後はい、バックサイドのボトムターンなんかではね、はい、もう少ししっかり触れていこうと思うんですけど、うん、やっぱりこちらの背中越しの波に、はい、ターゲティング、目線と胸を向けていってほしいんですね、はい、ずっと、うんうん、だからこういう状態だと向きにくいです、はいはい、それをするためには背中まっすぐしておいてほしいですし、なるほど、こういうことですね、はい、今もう富岡さんの想定がもうほぼダブルみたいなことになるんですけどまあ大体みんな、まあ、我々クラスというかのレベルだとまあ肩、頭、はい、もしくはもう例えばもう腰とか、そういうあの波がまあほぼほぼそれぐらいかなと思うんですよ、大体皆さんの場合はどうなるんですかね、こう一緒ですね、ボトムに降りるので、はい、ターゲティングやっぱり行きたい方、はいはい、こっちからこっちに乗るんで、はい、行きたい方にこう来たら向けるかどうか、もう例えば膝ぐらいの波でもこうね当てようとかったらもうこういう状態になる、体の動きとしてはこう、それまずボトムに行ってる目線です、ね、ボトムに行って、はい、この例えばトップがこの腰ぐらいのここの場合はもうこういう状態、ちょっと今想定が小波なんですよね、ショルダーがこっちになってるところなので、はい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 、一旦ボトムですよね、ボトム、はい、その次にトップです、ね、でこう、はい、このぐらいのまあ目線ってことですね。そうですね、ターゲティングっていうところではですね、はい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 、まあ、そして上半身のそのターゲティングっていうところでね、うん、やっ
やりましたけど、この後ろ足の膝、はい、ちょっと今見てて気になったのが下半身なんですね、はい、下半身、はい、多いのがスピードをつけようつけようとこの前足荷重にどん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 踏み込んでいって、まあまあそうですね、前、はい、肩をどん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 押さえ込んで乗ってる方をよく目にするんですけど、はいはい、スピードつけるのはあくまでも押さえたものをグッと後ろ足に乗せ替えてフローティングさせていくのがスピード、まあ、スピードっていう項目もこの後あるんですけど、はい、なるほど、ちょっと今見てると、はい、グッと押さえ込んでスピードをつけようとする、はい、じゃないとじゃないので、はい、でやっぱり肩で押さえ込んでいってしまうと開きにくくないですか、うんうんうん、こういくと、はい、前足に踏んだまま、はい、まあ確かにそうですね、え、もうなんか訳が分かんなくなってきた、まあ、これは、ね、はい、ボトムターンっていう項目になってきてるんで、ちょっとあ、それじゃあ、まあ次の話ですね、ですまた、はいはい、後々、はい、細かく説明していこうと思うんですけど、はい、結局この後ろ足の膝が、はい、今見てると比較的内側に入れれてますけど、はい、良くない人っていうのはこうグッと、あ、太ももの筋肉を使って踏ん張ったような乗り方、たまにいますよね、こういう、はあ、こういう人、こうなると、はい、もう完全にすごい力が入ってるんで体が硬直してるんですね、はいはいはい、硬直してるとその後動きが全然出なくなるので、あの意外とあれなんですよね、この見てる人でもうわそれダッセーなと思ってても自分も実際よく見たらこうなってるっていう人結構いますもんね、こんな感じいますけど、はいはい、これだともう本当に力が入ってフレキシブな動き、うん、なるほど、体の連動性が全然出てこなくなるんで、はいはい、後ろの膝を中に入れようと思ったら、うん、この股関節を内側にグッと、うん、股関節を、はい、こういうことですね、こう回す、そうですね、極端に言うとこういうことですか、これをまっすぐ閉じるんじゃなくて、はい、こう内側に入れるような感じですね、はい、膝そこまで極端に入れる必要はないんですけど、はい、こういう動きじゃないってことですね、こうではない、はい、ここの骨がこう入っていくような感じですか、こう、はい、それができると股関節と足首を、はい、内側に入れながらグーッと中に入れるんですね、これで力いらないんですよ、はいはいはい、構造上スコンと落ちるようになってるんで、はい、足首と股関節を使って内側に入れればスコンと、はい、うん、落ちるんですね、力入れなくても、はいはい、それをこう力んでしまうと力がかなり伝わってるんで、うん、体がガチガチになる、はい、でここをこう使うとこにかくこういうそんなに力まなくても、はい、体がいろいろ使えるので、まあ、ニュートラルな状態としては、はい、そんなに力まずに後ろ足の膝を入れるってことはここの股関節、うん、足首がうまく使えてるってことなので、はい、まあ、そんなに力まずにずっと、うん、これでもやっぱ単純に思ったのが足の筋肉がむちゃくちゃいりますね、なんかいらないですよ、いらないんですってそうなるとめちゃめちゃ痛いですけど今おそらく使えてないんです、はい、あ、使えてないんですね、はい、なるほど、はい、足パンパンですけどね、多分筋力を使ってこの状態を一生懸命保とうとしてるんですけど、はいはい、ここの動きだけでストッと落ちるようにできてるんで、これができないと、はい、さらにこの背中で低くしようとこう丸めて、はい、一見低いような状態を作ろうとしてしまうんで、まあ、この上半身の動きが出ない、うん、またちょっと力んでるでしょうし、うん、っていうところで本当に基本フォームとしては、はい、上半身が正面向けるかどうか、はい、で今回3つチェックしてほしいんですけど、はい、これは比較的、まあまあ、なんとなくできると思うんですよ、はいはい、ただこの状態でこのお子宮筋っていうところがあるんですけど、親指の付け根、付け根のポップふっくらしたところ、はい、ここがしっかり押さえれてないと、はい、やっぱりおっとっとっとっていう感覚になる、う
みたいなんですね、はい、はい、からそこにしっかり力をかけてるかどうか、ほう、でそこで押しながら股関節を入れて前にも押さえ込める状態で基本の形で立って、そのまま前足の腰行きのところにぐーっと体重を乗せれるかどうか、ほう、前向いてですね、前向いて、もうちょっと胸もこう、はい、ぐーっと腰行きに、はい、腰行き、はい、その腰、はい、はい、はい、そのまままた後ろ足の腰行きに乗せ替える、おお、股関節をうまく使って上半身を前に向けて、うん、体重をぐーっと乗せて、それをそのまま後ろに乗せ替えれるかどうか、はあ、これでもあれですね、これ今のやつ海でよしじゃあ明日海行って再現しようと思っても、これはなかなかできないですね、できないですね、やっぱり日頃からどれだけ準備できるか、はい、うん、っていうところでね、やっぱりあの最初の項目にフィットネスっていうところがあったと思うんですけど、はいはい、それを再現するためのやっぱりフィットネスが必要になってくるので、うん、なるほど、まあ、それを取り組んでもらおう、はい、っていうところが次回なんですよ。あ、それが次回なんですね、はい、からそれを、うん、まあ、自分が今回基本のフォームはシンプルに、はい、目と胸と手が進行方向だけで立つだけなんですけど、はい、そのフィットネス要素が足りてるかどうかをチェックしてもらう3つのポイントが、はいはい、あるんで、まず、ね、先ほどから基本フォームの中で言ってますけど、目と胸と手を進行方向に向けて、はい、これがまずできてるかどうかっていうところですね、うん、こういうことですよね、はいはい、まあ、進行方向、ノーズがこっちっていう形で、はい、その後、その形のままですね、はい、前後への荷重動作ができるか、うん、この目と胸と手を進行方向に向けたまま、はい、まんま、さっき言った母子球筋ですね、はい、を使ってで股関節を内旋させて、で前の母子球筋にぐーっと体重を乗せていけるかどうか、はい、でそれをそのままぐっと後ろに、はいはい、乗せ替えれるかどうかっていうところ、どういう感じですか、こっち横向くと、ね、はいはい、この母子球筋を使って足首、はい、股関節をぐっと内旋させて、うん、立てて前の方にぐーっと感じをしていって、はい、後ろ足に向く、この動きぐーっと正面を向いたまま、はい、押さえていって上げれるかと、はい、正面を向いたまま押さえれるかと、はい、これが2つ目、はい、で次がでやっぱり股関節をうまく使ってほしいのと、はい、背中のシルエットっていうのが、うん、この上半身の先生はい、はい、背中がまっすぐでないと絶対できないので、うん、まあ、股関節を先ほどと一緒グッと内側に入れながら、この正面に向いた状態でさらにグーッと上半身だけを背中越しに回せるかどうかっていうところですね。これが行けば行くほどいいですね。ちょっと待ってください、この前向いてます、はい、ここからこういうことですか。そうですね、ここに軸があって、はい、痛い、あ、これはすぐバランスあと今ね、はい、膝がこうどんどんついていきましたけど、ここを固定したままですね、上半身だけをグーッと、まあ、下はもう固定、はい、下は固定したまま上半身だけをこう、あ、これはなんか少しこうなればいい、おお、なるほど、こんな、これはなかなか、そうですね、今見てるとこの股関節の動きから骨盤がこう動かせてないんで、はい、こういう風な感じですね、はい、この骨盤止めたまま、骨盤逆に僕できないんですけど、骨盤を止めたまま、止めたままになってたので、はい、内旋されてグッとお尻をもう少しこう出す感じです。あ、じゃあこっから、この軸を回せます。この動きですか。はい、股関節を使ってグッと、はい、この軸をこう回す感じです。あ、簡単そうにやるけどいいか、これ、まあ、これも普段から、はい、トレーニングを、トレーニングというかコンディショニング、はい、動く意識をつければ、はい、そんなに難しいことになるので、はい、まあ、これを次回、はい、1の3になるんですか、ね、はいはいはい、フィットネスっていうところで、はい、いくつか準備として、うん、はい、こういう運動をすれば必ずしもできるかどうかはちょっとわからないですけど、はいはい、まあ、やっていくと動きやすくなりますよっていう部分を紹介していきたいと思います。わかりました、
じゃあ今回は皆さんこのじゃあ3つをチェックしていただきたいと思います。動きを参考に。はい。